ゴーレムか。30秒でいい、足止めしろ。体の自由を阻害するフローズンテンプルが厄介すぎる。ぶっつけながらやるしかない。神経を研ぎ澄ませろ。呼吸を整え集中。ご主人様はひょっとして。あの少女から並列思考をコピーしたのはこのためじゃろうな。嘘。